フェルディナント三世は、神聖ローマ帝国のローマ皇帝、ハンガリー王、ボヘミア王。ハプスブルク家の皇帝で、フェルディナント二世と最初の日で、バイエルンヴビルヘルム五世の、娘マリア・アンナ・フォン・バイエルンの三男。父の存命中から、ハンガリー王位、ボヘミア王位を継いでその知性を助けた。30年戦争継続中の1634年。 皇帝軍司令官バレンシュタインが父によって暗殺された後を受けて皇帝軍の指揮権を委ねられた。この指揮権は当初は飾り物であり、フェルディナントが定位継承者であることを帝国内に宣言させるものでしかなかった。しかし、バレンシュタインの指揮を後期と見たスウェーデンハイルブロン同盟軍が退去してネルトリンゲンに侵攻し、迎え撃ったフェルディナント三世は重帝かつ、 規定のスペイン領ネーデルラント総督フェルナンドが、率いるスペイン軍を投入して破り、逆にその存在を知らしめた。この勝利は父を喜ばせ、フェルギナントも戦後南ドイツを進軍、平定して回り、1635年に、父がザクセン選定公、ヨハンゲオルク一世とバイエルン選定公、マクシミリアン一世をはじめとする反抗的な諸公と和睦、 1636年に選定校により、ローマ王に選出され、定位継承は確実となった。そして1637年、父の死去により、ローマ皇帝として即位した。しかしその後も戦争が続いた結果、帝国内は大いに荒廃した。スウェーデン軍は健在でドイツを転戦していた上、1635年にフランス軍の侵攻を許し、プラハ条約は破綻。 皇帝軍はスウェーデン軍とフランス軍に敗北を重ね、1641年にネーデルラントでフェルナンドが養子、1642年のブライテンフェルトの戦いで弟の皇帝軍司令官レオポルトビルヘルムがスウェーデンの将軍レンナートトルステンソンに敗北して戦況は不利となった。1643年のロクロワの戦いでスペイン軍がコンデコ ルイ2世率いるフランス軍に大敗して、スペインの援助は期待できなくなり、1645年には、ボヘミアへ侵攻したスウェーデン軍に、皇帝軍が敗れると、プラハからウィーンへ逃亡する失態を犯し、旧したフェルディナント3世は諸侯に急戦を主張するも当初は、相手にされなかった。同年にテューレンの率いるフランス軍がバイエルンに侵攻、ネルトリンゲンの戦いで、同盟軍のバイエルンが敗れ、 ザクセンがスウェーデンと和睦を結びボヘミアまでの障害がなくなり、さらに窮地に陥った。1646年にトルステンソンから指揮を引き継いだカールグスタフ・ウランゲル、率いるスウェーデン軍がテュレンヌのフランス軍と合流して、バイエルンを侵略。1647年にマクシミリアン一世もフランススウェーデン軍と和睦して、西からも攻められる危険性が生じた。 1648年にバイエルンは和睦を破り皇帝軍に復帰したが、スマルシャウゼンの戦いで再び、フランススウェーデン軍に敗北、スペインもネーデルラントでコンデコーに敗れ、プラハがスウェーデン軍に包囲されたことで皇帝側の敗北は決定的となり、フェルディナント3世はプロテスタントカトリック両派の妥協により、ベストファーレン条約締結を受諾することで、 ようやく30年戦争を終結させることができた。これは近代国家最初の国際条約であるが、これにより、ローマ皇帝は宗教的にはプロテスタント諸皇の特権を大幅に認可し、政治的には両方の自立権、オランダとスイスの独立を正式に認めたため、事実上新聖ローマ帝国は滅亡したに等しくなった。この条約は、 いわゆる、新生ローマ帝国の死亡診断書であったのである。その上、戦勝国であるフランスとスウェーデンに帝国内の領土の領有を認めさせられていた。皇帝権力が否定され、帝国議会の議決のもとに置かれたことで、皇帝による中央集権化は和解した。この30年戦争後のヨーロッパの体制をベストファーレン体制という。とはいえ、 ハプスブルク家領は維持することには成功。唯一失態を犯したボーヘミアにおいてもプラハは、陥落しなかったためハプスブルク家のボヘミア王位は、保たれ、ハプスブルク家の世襲領であるオーストリアでは、カトリックは堅守され、絶対主義も維持されたため、オーストリアの帝国からの離脱の、第一歩が始まったと言える。30年戦争後のフェルディナント3世は、ベスト・ファーレン条約の履行に尽力した。 何年も外交で活躍し、1656年には西仏戦争のイタリア戦線で苦戦しているスペインに援軍を送り、死の直前にはスウェーデン王ーカール10世の野望に警戒し、大洪水時代のポーランドリトアニア共和国と同盟を締結した。1657年、48歳で死去した。1654年に、 長男でハンガリーとボヘミアの王位を継承していたローマ王フェルディナント4世が死去していたため、定位は翌1658年、次男のレオポルト1世が継いだ。フェルディナント3世が締結した条約により、帝国の混乱は静まったが、その代償は計り知れないほど大きかった。この時代にローマ皇帝は形式的な存在となり、 同時に、ハプスブルク家の弱体化も始まったのである。ハプスブルク家の立て直しは1683年の第二次ウィーン方位の前後まで待たなくてはならず、本格的な再興は、マリア・テレジアの登場によって始まることになる。フェルディナント・三世は、音楽家のパトロンとしても知られており、序盤にバレンティーニに音楽を学び、17世紀の最も重要な鍵盤楽器作曲家のヨハン・ヤーコップ、 フローベルガーとも親しい関係にあった。フェルディナント賛世自身の作品として、ミサ曲、モテット、賛美歌などの宗教曲と少数の世俗曲がある。現存する作品からは、バレンティーニの影響が伺えるものの、独自のスタイルと確かな技術が見受けられる。最初の皇后で重視にあたるマリアアンナとの間に、三種が成人した。 二度目の皇后で10枚に当たるマリア・レオポル・ディーネとの間には一種が生まれ溶接した。三度目の皇后エレオノーラ・マグダレナ・ゴンザーガと1651年に結婚、四個が生まれたが成人したのは二種である。ありがとうございます。